どうも、八木島です。今日はこれ、マッドマックスフュリオッサ、この話を、していこうと思います。話したいことがいっぱいあってね、今まで話す機会が2回あったわけだけども、ね、公開前だったから、話すの控えてたこととか、いっぱいあるんだけども、ね、なるべく割愛しようとは思ってるけども、長くなることが予想されるんで、その時はよろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。マッドマックス・フュリオッサ。この作品は、マッドマックスシリーズの、5作目。で、4作目のスピンオフ、ワン、ツー、スリー、怒りのデスロードと来て、その怒りのデスロードのスピンオフの前日談、プリクエルの物語になると。そういうポジションの作品でね、主演がアニャ・テイラ・ジョイ。で、監督がジョージ・ミラーと。まあ監督はもうずっと変わらずで、今回、前作ではシャーリーズ・セロンが演じたフュリオッサ。その役を、今回アニャが演じてて、まあ幼少期は別な女の子がやってるんだけれども。ちょうどこうね、アクションが必要になってくるあたりの年齢ぐらいから、アニャが演じてると。で、これは10歳で誘拐されてから、母親を殺した相手に復讐を遂げるまでの物語。ね、で、その後、母親の願いを、母親との誓いを、果たす物語が、怒りのデスロード。フューリーロードは現代だね。怒りのデスロードで果たすと。そういう部分で、その前日談。なのでね、最後はもう、ほぼ、怒りのデスロードに直結ですよ。で、エンドクレジットもね、そういう作りになってるんでね。それ以外はもう、ほんと、直結という感じで。なので、フューリオッサという女の人生の、二つの山、二つの問題を、二本の映画で描いたっていうような形で解釈すると、ちょうどいいのかな。うん、でね、ジャパンプレミアは、ウルトラ 4DX で行って、今回は IMAX で見てきたと。そういう形で、ようやくここで話をしてるんだけれども、まず、前回の時からで言いたかったこととして、ジョージ・ミラー監督っていうのは、同じものをやるのはまあ良くないと。別の楽しみを、同じシリーズであっても観客に提供しなきゃいけない。そういう立場でね、考え方で、作品を制作する人なんだけれども、今回のこのフュリオッサっていう、マッドマックスフュリオッサっていうのは、第1作目のマッドマックス、ここと、なんかこう、共通する匂いを感じる作品なんだよね。もちろんね、同じようにはなってない。それはもう大前提。最初に言った通り、別な楽しみを、提供しなければいけないっていうことに対しては、強い責任を持っている監督だから、同じものにはなっていないんだけれども、僕は、共通、同じ匂いがするっていうところが、この作品を、読み解く上で非常に重要な部分だと思ってて、むしろこの作品を読み解くというよりも、この作品を見ることで、怒りのデスロードを読み解く。そういうポジションだね。そういう感じになっているっていうふうに感じてて、マッドマックスシリーズって5本作られているわけだけど、復讐劇を描いたのっていうのは、この1本目。ね、オリジナルの
マッドマックス。これと、このマッドマックス・フィリオスター。この2本しかないわけですよ。あとは、決して主人公が復讐を遂げるという物語にはなってない。ここが結構重要で、ね、マックスは、親友のグースが殺されて、そういえば、この、グースっていう名前のキャラクターは、みんな死んじゃうね。しかも、主人公の親友でさ、トップガンもそうだったでしょ。まあいいや。このグースっていう親友が、殺されて、で、奥さんのジェシーは重体、息子は死亡、という殺されてっていう。で、まあ結局奥さんは助からずに亡くなるんだけども、うん、この1の作中ではね、もう助からないでしょうという言葉なだけで、まだその瞬間は生きてはいるんだけれども、遠かったっていうやつにね、奥さんと子供を殺されて、で、親友のグースは、ジョニーだったっけ？ジョニーに、でもまあ、ほぼ遠かっただね、あれはね。まあ、いや、その辺の話は、ワンの話をするときに、するとして、まあ、殺されて、その復讐に狂って、あの人間になってしまう。で、それは、まだ世界が崩壊前なんでね、ワンの物語だと石油戦争っていうものが起こって、核戦争が起こって、この状態になるっていう部分なんでね、そう。まだもう、世の中に街だのなんだのが、ある時代が、マットマックス。で、今回のフィリオスタは、それらの戦争が起こって、そこに生きているフィリオスタが母親を殺されてっていう、その復讐を遂げるっていう、そういう物語で、どっちも復讐に燃えることで人生を狂わしたキャラクターなんだよね。うん、まあ、その世界の後輩で人生を狂わせたっていう意味で言ったならば、妹もそうなんだけども、まあ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 、今回は、とりあえず、いや、まあ、少なくともこの部分では触れずに置くんだけれども、そのね、作中におけるマックスというキャラクターが成り立つ過程の部分であるだとか、フィリオサっていうものが復讐の鬼になる、そこの過程における、部分だとか、それぞれの境遇は違うんだけれども、同じようなところに対してのベクトルが働いていって、なんて言うんだろうな、最強の戦士に、なっていってるっていうところが、このね、一作目のマッドマックスと、このマッドマックスフィリオサ、この2本の共通している部分であって、で、それぞれの歩んだ道がね、あるからこそ、ね、この怒りのデスロードにかかってくるわけですよ。あそこで2人は出会って、最初は敵対的な関係で、でも、よく相手を見極めてみたら、少なくとも敵という存在ではない、敵ではないという、部分がね、はっきりすることで、仲間とは呼べないんだけれども、共に戦う、存在と、うん。同じ敵を持つ、存在っていう形でね、物語が進むことになっていくわけなんだけども、この微妙な関係、敵と味方ではないっていうところだよね。おとといか。おとといの、マットマックス、フューリーロード、じゃない、また言っちゃった。怒りのデスロードの話の中でも言ったんだけれども、その、敵か味方かじゃない。敵か敵ではないかの世界っていうものを、構築する部分で、マックスとフィリオスターというこの二人が、それぞれ全く違う道を歩んでいきながらも、通過した中で感じた思いとかなんだとかっていう部分が意外に同じような方向、同じようなベクトルを向いていたからこそ怒りのデスロードにおける
二人の絶妙な関係、コントラストっていうものが生まれたんだっていうものを裏付ける物語が今回のマッドマックス・フィリオサというわけなんですよ。ここがね、非常に興味深い部分で、極限状態に置かれたものがどういうことをするかっていうのがジョージ・ミラーが、常々考えてきた映画の中で描きたいと思ってきたものの一つなんだけれども、その象徴たる部分っていうのが復讐者であって、その中でね、荒廃して、世の中がどんどん荒廃していって、どんな経験を得たかというところに、なんていうのかな、キャラクターの厚みがあってさ、そこの部分を描き出すっていうところに、このね、シリーズの面白さがあるなと、言った感じでね、あえてね、マックスの物語を掘り下げるのではなくて、前作、4作目の怒りのデスロードに出てきた、女戦士。ここにね、焦点を当てて、そこを深掘りしていくっていうところに、なんかこう、着眼点の面白さというか、ね、45年とかっていう時を経てね、生み出す、スピンオフっていうところの、満を持した感だとか、そういったところも感じられて、僕は大変、素晴らしい作品になったかなと、そういうふうに思うんだよね。で、ジョージ・ミラーがそこの上で割と強いこだわりを持ってる部分っていうのは、どんなマシンに乗るか、というところでね、今回も、全部で140台、バイクは110台やって、その他が車なんだけども。まあ、今回のバイクがずらっと並ぶっていう、ずらっと並ぶ、バイクがずらっと並ぶ感じっていうのも、ワン以来だよね。ワンの、トーカッターのバイカー集団、暴走族がずらっと並んでたところとか、っていうのは印象的だったけれども。まあ、それより今回のが圧倒的に規模は大きいんだけども。そういったところもなんか共通項のような感じするよね。うん、まあいいや。で、そのキャラクターがね、どんな乗り物に乗ってるか、というところで、そのキャラクターの、個性がどんどん際立ってきて、マシンそのものがそのキャラクターの個性であり、マシンも一つのキャラクターになるっていうところが、この、マッドマックスシリーズのロジックでね、今回も、かっこいいよね。なんだっけ。最終的にフィリオサが乗るのは、クランパーブラックだっけ？ブラッククランパー？なんか、まあ、なんかそんな感じの名前がついた。V8 の、クーペなんだけど、チョップドトップのね、クーペなんだけども。まあ、車そのものはものすごく古いんだけど、もうガチガチに改造して、めちゃくちゃかっこいいんだよね。エンジン後ろに積んで、インタークーラーが外にむき出しになっててさ。で、ラムエアが、ね、ルーフの上にこう突き出てて。だから乗ってんのはターボなのかスーパーチャージャーなのか。スーパーチャージャーだと思うんだけども。まあまあまあ、そう。あれ、かっこいいよね。そうなんだけれども、結局、フィリオスさんにとって、キャラクターを象徴する乗り物というのは、ウォータンクなわけだよね。こう、タンクが二つ、二連結になってるっていうところも、彼女が歩む人生のね、一つの象徴的なことであるんだけども、それをぶっ壊されてしまうから、だからこそ、その最後の、ね、V8 のマシーンになって、復讐劇っていうところに流れていくわけなんだけれども、それが結局、怒りのデスロードでは、また、
あの、ウォータンクに戻っていくっていうところが、あのね、彼女の、今回の物語の中における彼女の、この人生の一幕っていうものも表してたりとかで、なかなかね、そういったところもね、実はこう、キャラクターとマシンの関連性っていったところも見どころになってるんだよね。それで、主演のアニャ。彼女は、エドガー・ライト。この前ね、僕も動画出したよね。ラストナイト・イン・ソーホー。あれ、適当にあのタイミングで入れたんじゃないのよ。そう。それで、エドガー・ライトが、まあ、ジョージ・ミラーにね、まあ、見せて、ラストナイトイン奏法を見せて、まあ、それで、彼女いいねっていうような話になっていったわけなんだけど、まあ別に、ジョージ・ミラーはその時、アニアを初見だったわけではないんだよね。ウィッチャーとか、ウィッチャーじゃない、ウィッチとか、あの辺の作品も見てたりなんかして、彼女の個性っていうものを掴んでて、彼女に、いい役があるっていうような感じの流れから、エドガーがね、アニアにメールを、ジョージが話したがってるよ、という、やりとりがあって、それでまあ、フェイスタイムで、やりとりをしつつ、スカイプで、オーディションを受けたりなんていうような形があって、彼女が、主演で抜擢されるようになるわけなんだけれども、うん、その時彼女はノースマン導かれし復讐者だっけ？ちょっと、タイトル、後半、サブタイトルの部分、うろ覚えになっちゃったけれども。それの、撮影で、ベルファストのマンションにいる時に、なんかそれがはっきりと決まった感じで、なんてことを彼女が言ってたんだけれどもね。まあ、彼女もマッドマックスのファンだったらしいのよ。それで、役になる上でさ、失礼、大丈夫だね。止まってないね。それで、彼女がこう、役を演じる上で、彼女、結局、今でもまだ免許持ってないって話だったかな。なんだけれども、自分でやれる、許されることは、何でも全部自分でやりたいと。そういう意識で、まあ、ジョージ・ミラーもそれに協力する形でこの作品が成り立って、結局彼女のスタントダブルは4人いたんだけれども、顔が見えそうな部分に関しては全部彼女がやったんじゃないのかな。アクションに至っても、車の運転にしてもね。で、撮影に入る前の1年ぐらいの期間だったかな。ずっと彼女はそのドライビング訓練に勤しんだんだよね。ウィリーであるとか、ドリフト停車、180度ターン、そういったものの練習を散々やって、で、その時のやつをインスタだっけかなんかで、投稿して、フュリアニャなんて名乗ってたりなんて時期があったりしてね。だから、結局彼女はね、今、自動車の運転をこう行動ですることはできないんだけれども、ドリフトとかはできるんだよな。そういうことだよね。まあ少なくともね、ブレーキターンみたいなことはできる。まあこのドリフト停車っていうのは、まあ割と、初歩的な感じでね。まあ、こうしながら止まればいいだけのことなんだけども。まあ、この時の、ね、最初のアクセル回路からブレーキとハンドの使い方だとかっていうので、まあ、連携を求められる運転だよね。普通の運転っていうのは割とこの連携がいい加減でもできちゃうわけですよ。だからみんな事故にあったりとかするわけなんだけれども。ね、車と対話してると、割とそれほど難しいことじゃない。お前はこう行きたいのね。俺はこう、そうはなりたくなくて、こうなってほしいからっていう、その、
間の部分でね、こうまとまるように車を操作すればいいっていう、それだけのことなんでさ。ね、なかなかそこでね、画を出してると、うまくいかない。ドリフトもだから結局同じわけですよ。ぐーっとハンドルこう握っちゃってる人はね、カウンターを遅れたり、戻し遅れたりっていうようなことになるわけなんだけど、車っていうのは手放ししてれば基本的にはただまっすぐ行こうとするものだから、これが手放しした時にまっすぐ行こうとしない車っていうのは異常があるから、修理しなきゃいけないんだけれども、基本的にはまっすぐになろうとする性質がある。タイヤがこう切れてれば、こういう風に押されるからね。だからこうタイヤっていくらか斜めになってて、こうって切れた時に、後ろから押されればこうなるから自然とこうなるっていう、そういう特性があるから、ドリフトの場合においてもね、こう切ってギャーッと流れ出したところで、ふっと手を離してあげると、自然とある程度のところにこうカウンターっていうのは収まってくれてっていう、そこでまああとアクセルワークとでこうね、調整して立ち上げていくっていうような感じ。それがまあ基本的なものなんだけども、なかなかこれが、恐怖心だとかから、こわばってできなくなってしまうんだけれども、彼女免許がない状態で、その、スライドするっていうところに対して、アプローチしてね、訓練を行ったっていうような、部分があるから、彼女のプロ意識の高さだよね。なるべく自分でやりたい。それがあったからこそ、予告編でも出てきた、ね、ギュッと止まるっていう、シーンだとかがね、こう、生み出されてきたわけでね。だから、やっぱり、そういった彼女のプロ意識の高さ、そういうところが僕は、とても好きでね。まあ、フュリオサをやるべくして生まれた子なのかなっていうような感じにすらなったよね。それで、フュリオサっていうキャラクターは、そうだね、彼女のプロ意識の話の部分なんだけども、フュリオサっていうキャラクターは言葉を発して女だってバレると都合が悪い生き方をしているもんだから、全部こう言葉ではなく態度とかで、示す、そういうね、人生をこの作中の中で歩むわけなんだけども、それを見事に演じてるっていうところも、彼女がフィリオサっていうキャラクターを十分に咀嚼して自分のものにしてるっていう、ね、そこがあるからでさ、それをやっぱり裏打ちしてるのが、その彼女のプロ意識でね。だから、ね、本当最初はね、僕はこれ、アニアが単純に好きだからっていう部分で、で、大好きなシリーズだからっていうんで、テンション上がりまくりだったんだけれども、まあもうさすが、やってくれたっていう納得感だよね。そこがね、この、アニアが、フィリオサを演じた部分で、強く感じたことだよね。それで、今回、撮影するにあたって、カメラは全部で34台って言ってたかな。アリの、アレクサ6号。それから、やっぱりアリのアレクサ LF。それと、レッドの V ラプター。それとレッドコモド。で、GoPro なんかも使われたっていう話だよね。で、レンズは、37本って言ってたかな。っていうシステムなんだけども、まあ普通はスーパー3号っていうね、撮像面の大きさから言ったならば、APS-C よりもほんのちょっと横に大きいで縦に狭いっていう、そういう感じのフォーマットの、まあ大体 APS-C のカメラぐらいのセンサーサイズのもので撮るのが最近の映画としてはまあ一般的というか、そう。そういうものになってきてるんだけども、今回は、アレクサ6号っていう。これはね、大きいわけですよ。大きさ何ミリでしたかな ?54 ミリかける25ミリぐらいだったかな。ちょっと待ってね。
そうだね。54.12 ミリかける25.59ミリ。まあ、だから、この縦幅としては、ライカ版、フルサイズって呼んでるカメラあるよね。あれと縦幅は似たような感じで、横幅がぐっと長い。そう、まあ、その6号っていうのは、まあ、基本的には昔からある、シネマスコープフィルムの多分サイズに習って、まあ、54ミリぐらいの幅なんだけれども、まあ、6号と呼んでるんだろうと思うんだけど。まあ、とにかく撮像面積が3倍ぐらい広いわけですよ。3倍ちょっとあるわけですよ。で、これがメインのカメラで動いてて、6K のカメラなんだけれども、まあ、これがだから描写力が高いわけ。で、その中にあって、他のカメラが混ざってるから、まあ、確かにね、見てると画質のムラみたいなものを感じる場面っていうのは、ちょいちょいあるにはあるんだけれども、まあでもこのスーパー6号サイズ、アレクサ6号、この絵のカメラで撮ってる映像っていうのがまあ見事なわけですよ。で、この作品を撮るのにあたって、映画カメラのメーカー、パナビジョン、アリ、それからレト、この3大メーカーがね、協力して、撮影をサポートしてくれてたっていうことで、まあまあとにかくその撮影をするという部分でも豪華なわけですよ。で、この撮影をするためにね、アリは特別なレンズを、ジョージ・ミラーたちのスタッフに2本提供してるんだよね。提供してるっていうか用意したんだよね。それは、アレクサ6号専用のレンズで、25ミリのレンズなんだけれども、そんなでかいフォーマットで、25ミリなんて広角なの?なんていうことを驚いた人はもう、かなりの、まあ、写真通だったりとかするんだけれども、機材マニアなんだろうなという気はするんだけども、この、みんなが大好きなね、ライカ版、フルサイズ換算、何ミリとかっていうような感じにすると、まあ、15ミリとか、まあ、なんか、そういうぐらいの数字になるんじゃないかな。まあ、とにかくすげえ広角なわけですよ。で、写真をやってたりなんかする人だったならば、聞いたことがある言葉になると思うんだけれども、広角の1ミリは血の1ミリっていう、言葉があるぐらい広角レンズを作るっていうのは非常に難しいんだよね。で、結局このアレクサ6号用のレンズとしてはこれが最大の広角レンズ、最広角のレンズになるんだけれども、なんで広角を作るのが難しいかって言えば、このレンズがね、レンズがこう、球面あるわけなんだけど、この端の方の精度を出すっていうのが、これが大変難しくなってくるんだよね。で、真ん中の部分だけだったならば、だいぶ作るのは楽になるんだけども、この端までを使わなきゃいけない。レンズっていうのは、こう入ってきて、交差して、上下左右反転された状態でカメラの中に、ね、こう入ってきて、上下左右反転されて、カメラの中で記録されるわけなんだけれども、広角になるっていうことは、こう、よりこういう光が入ってくるっていうことだよね。こっちにセンサーが、下にセンサーがあるとして、こういう風に入ってきて、こういう風に映って、ここに映るってことになるから、望遠であれば、この幅がぐーっと狭くなるから、こう、角度が直線に近い形で入る。それに対して広角が広くなれば広くなるほど、真横から入ってきた光を、センサーまで持ち込まなきゃいけない。だからここでギューンと屈折させなきゃいけないんだよね。これの過程で画質を維持するっていうのが難しくなってくる。特に広角っていうのは、まあ、この、テレセントリック性って言うんだけど、テレセンなんて言ったりするんだけど、この、望遠はそれがこう非常に高くてまっすぐセンサーに行くのに対して、広角はこういうふうに、
曲げていくことになるから、端に行けば端に行くほど、要するにこう光が広がってってセンサーに焼き付く、そこの端になれば端になるほど像を安定させるのが難しくなる。で、まず広角の時点で、こうね、魚眼レンズみたいにこう歪むわけですよ。で、映画の中で、映画というものの中でそうやって歪んでたらダメじゃない。ね、だからその歪み、湾曲収差とか、歪曲収差って言うんだけど、それをまずこう、直線的に直さなきゃいけない。そうするとまあ、こう、斜めにね、こう引き伸ばしたような感じのものになるわけなんだけど、そのバランスをうまく、まず調整しなきゃいけないのと、像面湾曲って言って、こう、本来だったら、こっちから入ってきた光も、こっちから入ってきた光も、同じ長さの光の走破距離でなければ、ここに着地した時に違った瞬間であるだとか、別なものが映ってしまうっていうようなことになってしまうわけなんだけども、広角だとどうしてもこういうふうに角度が急激に入ってきてるもんだから、このなんていうのかな、ピントが合う面が端、この、ピントの合う面っていうのが、ここの部分も、ここの部分も、ここの部分も同じでなければいけないんだけど、この距離がこう、違っちゃうわけだよね。こういうふうに、ピントが合う面がこう、湾曲してしまう。どうしてもこう、レンズを通して、歪みを取ったりなんかするからね。だからそれが、像面湾曲って言うんだけれども、こう、反り上がってしまうんだよね、面がね。で、あるいはまあこう、なってしまうんだけども、これを、こう、なるべくこう、鳴らさなきゃいけない。そうしないと、この画面の端っこの方で、像がね、こう、外側に向かって流れてっちゃったりするんだよね。歪み方がさ。なんで、それを、こう、抑えたりっていうことが非常に難しいわけ。で、撮像面が大きければ大きいほど、その影響を受ける焦点距離っていうのは、どんどん長くなっていくわけだよね。小さいセンサーであれならば、それが標準レンズだったり、望遠レンズだったりになり得るんだけれども、よりこう、大きいセンサー、大きい受像面っていうんだけども、になってくると、結局、より広角になっていってしまうから、だからそれを安定したものに作るっていうのは、まあ非常に難しいわけですよ。で、マッドマックスといえば、広角レンズで低い位置から、ローポジションから、ローアングルってよく言う人いるんだけど、ローアングルってのはカメラがこう向くことだからね。うん、これがハイアングル。で、ローポジションというのは低い位置。ハイポジションというのは高い位置。だから、ハイポジションのローアングル。ね。ね、うん、ローポジションの、じゃない。ハイポジションの、ハイアングル。ローポジションの、ローアングル。ハイポジションのローアングル。ローポジションのハイアングル。まあ、こう、いろいろあるわけで。ね。で、まあ、ローポジションから、走ってくる車をこうバシッと撮るわけだよね。で、そのシーンなんかでは、まあ、広角レンズがどうしても必要なわけですよ。で、高い描写力で、画面のね、端と端までね、端から端まで全部、ピシッと綺麗に、映んなきゃいけないっていう状況で、でっかく引き伸ばされてるから、像が流れてたり、湾曲してたりしたら、目立っちゃうでしょ？だからそれは許されないんで、映画用の広角レンズっていうのは、まあ特にシビアなわけだ。で、それを、まあ、ビシッと決めるために、アリが、このジョージ・ミラーのチームのために、この 25mm っていう、レンズを、提供した、2本提供したんだけども、もうこれはもうこのカメラでしか使えないし、そんなにたくさん作れるわけじゃないわけですよ。それだけ精度をビシッと出すっていうのは。これはもう今の時代の工業生産がとか、そんなレベルの話ではないから。光学ってそんな簡単じゃないんでね。なので、2本しか、まあ、提供されてないんだけど、シリアルナンバーが打たれてる。シャープ1とシャープ2。で、このシャープ1には、マッドマックスっていう刻印が入ってて、シャープ2の方にはフィリオサって刻印が入ってる。ついというわけではないけども、まあそういうレンズになってるんだよね。そういうものが、アリによって提供された。
で、まあ、それでスーパー6号で、スーパーじゃない、アレクサ65で、撮影された映像が、あれですよ。予告編でも見たと思うんだけども、ウォータンクに向かってね、バイカーがこうバーンと攻撃してるところ。あそこね、もうものすごい広角で撮ってるよね。もうこっちにこうウォータンクがあって、ここからこうバイカーがこう入ってきてっていう。で、火がバーンと上がって、あのシーンですよ。あれを撮るために結局このレンズが必要だった。そういうことだよね。だからそれだけね、もうものすごくこう、もう撮影そのものにも情熱がもう徹底的に込められてるわけ。ね、これがね、VFX で何でもかんでもごまかしちゃえっていう監督であったならば、それだって VFX でどうにかしちゃうっていうことは、今だったら簡単なわけなんだけども、やっぱりね、実際にそこで人間がやってるアクションというのは、観客に対して特別な興奮をね、与えるわけなんだよね。で、そこを結局重視してるから、そういうレンズが必要になるわけで、このマッドマックスならではのね、低い位置から、広角で車を見上げるような位置で撮る、あの迫力。あれをね、ぜひね、こう、堪能してほしいなと思うわけだよね。うん、で、一番最初の、今回 IMAX で見てきたというところに繋がってくるわけなんだけれども、今回ね、僕がおすすめするフォーマットの話を、ここでようやくかよっていう感じだと思うんだけども、ここまでの話が必要だったの。ね。なんだけれども、それは、まあ、スクリーンの大きさっていうのはだから重要なんでね、今ちょうどついさっき話した、その解像力の高いカメラそれと、その撮影を実現したレンズこういった部分を、存分に楽しむ上ではもう圧倒的に大きいスクリーンが有効に働くからまず IMAX は間違いではないと。でこの前見てきたウルトラ 4DX、 まあ僕はこれ 4DX でもいいと思ってるんだけども 4DX これはねもうそのキャラクターたちが実際に今何をしているかというものを如実に自分事として感じることができるんで、この方式はもう間違いなくこの映画を楽しむ上で体験を拡張してくれるものになってるんでね。4DX をアトラクションとして楽しみたいから、頭から最後まで少しでも多くシートが動いてほしいって。そういう人には今回のフィリオサは、前回には劣るものになるんじゃないかなとは思うんだよね。やっぱりこうキャラクターアークを描く物語の部分であるから、会話のシーンが多くなるし、なんていうの、そういったドラマ要素の部分っていうのが大きな意味を持っている作品になるから、その動く量アクション量に関して言ったならば間違いなく落ちることにはなるんでね。それに対して中で起こっている出来事の体験を確実に拡張してくれるからアトラクション的なことではなくて映画で描かれているものを、自分も疑似体験しようというそういうあくまでそういうなんていうのかなシンクロ性そこにおいては、非常によくできた 4DX になってたと思うので、これはね、どっちも甲乙つけがたい。なんだけども、どっちか一個だけっていうふうに聞かれたならば、僕はウルトラ 4DX が、まあいけるんだったらそれいけばいいと思うんだけども、4DX の方がいいんじゃないかな。結局画質の素晴らしさとかなんだとかっていうことに関して、より多くの一般の人が目を向けるかっていうと、そうは思わないんでね。そうは思わないんで、だから、まあ、そっちの方が、まあ、キャッチーかな。ただ、どっちを言っても損はないので、ただ、もう、絶対的な条件として忘れないでほしいのは、高画質を大きな画面で楽しめる場所で見ること。だから、別に IMAX じゃなくてもいい。ドルビーシアターだって、前の方の席に入って見上げるような感じで見れば、それはそれでもう間違いないことだし、一般のね、通常版の劇場でも大きいスクリーンのところって
あるわけだから、そこで前方席を取って、それを楽しむ。これだって十分、ありなわけなんだけども、大事なのは大きいスクリーンを、視野いっぱいで見るっていう。こうすることで、それで撮影した、要素っていうものは、確実に無駄にならないし、自分ごととしてまだこれも楽しむことができるんでね。ただもう、あとはもう、音響の優劣っていうものが、IMAX、ドルビーシアター、通常版とあるわけでね。ここはだからまあ微妙なところだよね。で、IMAX とドルビーシアター、どっちの方が音響がいいのか問題っていうのもあるんだけど、まあこれは微妙なところでね、IMAX の方がハイファイ指向なのかな。で、ドルビーアトモスの方が、なんていうのかな、デジタルサウンド指向というかね。IMAX はもう 12.1 チャンネルだっけの、ディスクリートサラウンドですよ。で、それに対して、ドルビーアトモスっていうのは 5.1 チャンネルだからね。あくまでね。で、上にオブジェクティブスピーカーっていうのを128だっけとかっていうのを置いて、頭の上を通過するときの音を頭の上で鳴らすっていう仕組みなんだよな。だから、こう、例えば、なんかこう、ね、タブレットみたいなものの上でこういう風に動くよっていう風にやったら、音がこういう風に流れ、なんていうのかな、物がこういう風に動いたときに聞こえてくるような音を、この 5.1 チャンネルをベースに作り出して鳴らしてる。ここのチャンネルがね、存在してるわけじゃないんだよね。オブジェクティブスピーカーって。デジタルで作り出してそれを鳴らしてる。で、それに対して、まあ、その、IMAX のディスクリート 12.1 とかっていうのも、まあ、普通の 5.1 もそうなんだけれども、それはもう、それぞれのこの、ね、角の部分だとか、まあ、7.1 とかでもそうなんだけど、そこを、なんていうのかな、そこをメインにして、こう、観客が見てて、観客に、物がこう動いた時に、そういう風な音に聞こえるような音をそれぞれの角から出してるっていう。まあ、どう言ったらいいんだろうな。普通のまあ、ステレオと基本的な考え方は同じなわけですよ。もう、この、2本のスピーカーの間で音量差つけたりなんだりすると、こう、物が動いて聞こえる。これと同じことをそれぞれのチャンネルの間でやってる。それがまあ、そっちの考え方でね。だから、余計な加工しないで聞きたいっていう人は、まあそっちの IMAX とかの方がいいみたいな話にはなってくるだろうし、最新の技術でそういう移動感だとかのを重視したいとかっていう話になってくると、そのドルビーシアターみたいなことになってくると思うんで、まあその辺は好みの部分で、いい音かどうかっていうのと、聞いて気持ちがいいかどうかっていうのはまた別の話だからね。これはね、オーディオやってる人だったら当たり前にわかるけれども、音場を大事にするのか音質を大事にするのかっていう、これはもう全く別な話なんだから、特に今はね、そういう時代だから、これ消えちゃったね、話しすぎだね。そういう時代だから、まあ何分話してんだ、一回止めたけども、まあいいや、そういう話だから、まあそう、どっちを選ぶかっていうのは、まあ、好みの部分で。そこは優劣のつけられない世界じゃないかなって。特に今回は画面サイズも、同じだしね。アトモスと、IMAX も。どっちもシネスコだからさ。なんでね。少なくともだからそういう基準で、その二つだね。まあ、体験型に行くか、絵で見て没入感を得るために前方席だとかで、スクリーンを、疑似的にでも相対的にでも実際にでも大きい形にして楽しみに行くか、これの二つの路線で、劇場を選べば、まあおよそ損はしないかなと、ただなんとなくストーリー楽しみに行ってもまあまあいいけどね、まあね、もう尺で40分以上喋っちゃってるからもうやばいんで、もう巻いて終わりにしなきゃいけないんで、もっと他にもね話したいことあったわけ。ディメンタスのことも深掘りしたかったし、妹誕生のことも
ね、深掘りしたかったし、まあ、他のあるキャラクターのこととかもあるんだけど、まあ、もうこれ以上は限界でしょ。これ以上 YouTube で長い動画出すわけにもいかないから、もう、最後一つだけね、妹誕生は、前作までヒューキース・バーンが演じてたんだよね。なんだけれども、2020年にヒューキース・バーン亡くなってしまったんで、演じることができなくて、ラッキー・ヒュームっていう、今回別なキャラクターで出演が決まってた人にね、出演になった、彼が演じることになったんだけど、彼自身が手を挙げたんだよね。やらせてくれって。で、できるのかやりたいのかっていう話で、まあ、彼が演じることになったんだけども、結果的に、まあ、彼が演じたことで、なんていうのかな、今回の事件による部分で、彼の人間性ってものが見え隠れしたような感じがしてね、妹のね、それはいいことだったかな。でも同時にね、ヒューキース・バーンっていうのは、一作目のマッドマックスで、トーカッターを演じてたわけなんですよ。で、それが4作目でもまたヴィランを演じるっていう、そういう歴史的な宿命みたいなところがあって、で、今回、マッドマックス1作目に通じるような、復讐劇というところでね、直接的にどうこうっていうつながりはないにしても、そういう、なんていうのかな、思想的なでもないけど、まあそういった、こう、要素として、紐づいた感じっていうのを、ね、どこかこう感じる人物でもあったから、できればね、生きてて、もう一度ね、妹をヒューキース・バーンに演じて欲しかったかなというような感じは、あるよね。そう。まあ、長い歴史の中にヒューキース・バーンありっていう、そういう感じだよね。もう、本当ここに来て彼が亡くなったことをね、悲しみたいなと、哀悼の意を表したいなと、そんな風に思うよね、うん。はい。でね、今回、ラッキー・ヒュームが妹誕生と、まあ他のキャラクターをやってたりとかっていう話をしたけれども、まあ他のキャストでもそういうことがあるわけですよ。なんでね、この人、こっちのキャラクターもやってんだ、なんていうことをね、映画見ながらね、探すっていうのも結構面白い一面だとかになったりするんで、そういうところもね、見て何度もね、劇場に足を運んで楽しんでもらえたらなって思うんだよね。で、メインどころとして見ても、こう、アニャがね、言葉少なに、フュリオッサの人生がもう、飲みくちゃにされて大きな変貌を遂げる15年という時間を熱演してるわけでしょ？ねえ。これを言葉少なく演じてるっていうところに着目して、こう、動き一個一個、もう言葉で説明するような芝居じゃないんだから、自分の行動、行為、もう身のこなし、そういった全てのことで、そのアニャというキャラクターを表現しきってるんで、それをね、ああと、何度も何度も細かいところまで見てね、チェックして楽しむような、そんな作品になってるんでね。ディメンタスもそう。ディメンタスのキャラクター、これ話したかったね。このキャラクターワークも、非常に奥が深くて、ただのイカレ野郎のような感じがするんだけれども、こう見ていくとね、なんで彼がそういうことになってるのかっていうのが、割と理路整然と、繋がってきて、今の彼はどういう精神状態なのかっていうのが、ちゃんと描かれてるキャラクターだから、そういった部分なんかもね、楽しめたりするんで。なのでね、今回これ、3週間にわたって週替わりでステッカーがもらえるんだよね。なんで、ぜひね、IMAX、4DX、その他みたいなところで、ね、行って3枚ね、ステッカーを集めてみるなんていうのも、楽しみ方としてはいいものになってるんじゃないかななんて思うんで、もうとにかく今回これ非常におすすめです。とっても面白い。
そういう、もう素晴らしい作品なんで、マシンのかっこよさ、アニャの可愛さ、他のキャラクターの魅力、そういったものをね、全部ね、徹底的に骨の髄までしゃぶり尽くそう。この人これもやってたんだ。あ、このキャラクターこんな考え方なんだ。そんなことをね、もう、怒涛のように襲ってくる。そういう楽しみ満点の作品なんで、ね、とっても見応えのある、何度も楽しめる、スヌメのような作品に仕上がってるんで、ぜひ劇場に足を運んでみてもらいたいなと思います。はい。だいぶ長くなったけどね、まだまだ話したいこといっぱいあるの。いっぱいあるんだけど、ね、例えば、撮影はさ、スタントチームから始まって、撮影が本格的にメインチームが始まったのは、それもずっと、あと5月末とかなんだけども、その最初の時っていうのは、カンヌにね、アラビアンナイト3000年の願いで、ジョージは行かなきゃいけなかったから、電話でやり取りしなきゃいけないんだけど、撮影現場が全然ね、電波がつながらないから、衛星電話でした話だとか、どういう場所で、ロケ地はどこどこでっていう、ね、今回も、通夜、怒りのデスロードで、おなじみの場所とかでも撮ってたりとか、そういう、もういろんな話あるんだけども、まあ、いかんせん長くなった。もう、1時間にもなっちゃいそうな感じで、ね、SD カードを新しくしたから今止まらずに回ってて、やっぱり SD カード交換して正解だなんていう喜びもあったり、まあ、いろいろあるんだけれども、とにかく、またこれ以上の話はね、別の機会があるとしたら、そっちで話をしようと思うんで、今回はこの辺で終わりにしようと思います。どうしてもそういう話も聞きたいよっていうんだったら、まあコメントとか残してもらえたらいいかなーなんて思います。で、8月1日かなに、マッドマックスの1本目の、動画を出そうと思います。翌日から劇場でね、リバイバル上映がされるんで。で、2週間経って2がやっぱりリバイバル上映されるんで、その前の日に、ね、その動画、出そうかなと思ってる。インディ・ジョーンズの時と同じスタイルでね、やろうかなと思ってるんで、そっちの方も合わせて見てもらえたらなと。そっちは長くならないようにしようと頑張るから。なんだけど、もう大好きなシリーズなんでね、ちょっと話をさせてください。長くなっちゃった時はごめん。許して。今回もまあまた多分、僕の動画史上最長のものになっちゃってるんじゃないかなと思うんだけども。楽しんでもらえてたらいいなぁなんて思いながら、ここで終わりにしようと思います。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは。